シロバイアロージョンアンプパンチチップスは1977年から1983年まで NBC で放映されたアメリカのテレビドラマシリーズ全6シーズン放題は第5シーズンまでがシロバイアロージョンパンチ第6シーズンがシロバイアローパンチボビーこのページではチップスについて説明するカリフォルニア州のフリーウェイ主に ロサンゼルス近郊を舞台にカリフォルニアハイウェイパトロール CHP これを現地ではチップスの愛称で呼んでおりこれが言語のタイトルとなっているセントラル文書の面々の活躍を描く物語主人公の二人が乗る白バイは当時実際に CHP で採用されていた乾き Z1000 ポリス Z1000A の警察仕様だった多くの国内の警察は 国産のハーレーダビッドソンツーリング FLHTC ポリススペシャルを採用していた。制作当時、従来の刑事ドラマは暴力的な印象が強かった。警察の広報担当官をしていたことのあるリック、ロズナーは現実の警察とドラマの中の警察のイメージのギャップに違和感を覚え、暴力シーンや銃撃戦を排した明るい警察のドラマ作りを目指した。 制作会社、ロズナーテレビジョンまで立ち上げて生み出された本作は、明るく親切な警察、主として、交通取締りやことの処理、日々の生活の中のドタバタを描いている。劇中では、名コンビであるジョンとパンチではあったが、演じるラリー・ウィルコックスとエリック・エストラーダは実際は、不仲であった、本作品制作決定前から有名で、当時のゴシップ雑誌に掲載されていた。 ちなみに、ウィルコックス、エストラーダ本人も認めていた。特にパンチの人気が上昇するにつれ亀裂はさらに深まり、第5シーズンの終了とともに、ウィルコックスが降板、ジョンは退職して、帰郷というクリフハンガーで中断となった。第6シーズンでは、トム・ライリー演じるボビー・ネルソンを、新しい相棒に迎えて作された。なお、日本では、主役キャラクターの変更により、 第6シーズンは、白バイアローパンチボビーと、放題が改められた。1998年には帰ってきた、白バイアロージョンパンチ、現代、チップス99というテレビ映画が、TNT により制作された。なお、日本語吹き替えのキャストは主役であるジョンとパンチについては、ギュラーシーズンと同一だったが、他のメンバーのキャストについては変更されている。 2005年、パンチ役に、ウィル・マーバル・デラマを起用した、劇場版リメイク映画の制作が発表されたが、最終的には実現されず、ワーナー・ブラザースは2017年8月11日公開予定となるリブート版映画制作を発表した。監督、脚本、共同プロデュース上役に、ダックス・シェパード、パンチ役に、マイケル・ペーニャがキャスティングされ、 最終的には2017年3月24日、全米公開された。日本では劇場公開はされなかったが、チップス白バイアロージョンパンチ再起動の放題で、YouTube、Amazon、iTunes、ヒカリ TV 等、オンデマンド動画配信サービスで、有料コンテンツとし配信されている。本名、ジョナサン・アンドリュー・ベイカー通称、ジョン。ジョンは、一般的なりジョンと違って、 ジョン、放題、緊急通報を騒動で言及。ジョナさんからこだわっているらしい。カリフォルニアハイウェイパトロール、セントラル文書モーターサイクルオフィサー、シロバイ隊員。コールサインは、メリーセブン3号、パトカー警官だった際には、アダム6。ワイオーミング州出身の白人。ベトナム戦争に従軍、除隊後に CHP へ入った。実家は、 ワイオーミング州で農場を経営している。金髪壁眼、黄色、一部で、白の表記ありの鹿革手袋を使用。パトカー警官時代に違反ニップを切ったのが縁で、パンチと知り合い、その後、パンチを白バイ警官に誘うことになる。特殊車両や小型飛行機の免許を所持しており、ボーリングの指導員の経験もあるなど、何でも卒なくこなす。模範的な警官で、 真面目、貴重面、温厚。上司や同僚たちからの信頼も厚いが、怒らせると怖い面もある。第1シーズンから第5シーズンまで登場。第5シーズンの後、実家の農場を手伝うために退職するが、後に復職する。帰ってきたでは、警部まで昇進している。本名、フランシス・ル・エリン・パンチョレロ。通称は、言語版では、フランク。 日本語吹き替え版では、パンチの愛称が用いられている。カリフォルニアハイウェイパトロール、セントラル文書モーターサイクルオフィサー。コールサインは、メリーセブン4号、第1から5シーズン、メリーセブン6号、第6シーズン。ヒスパニック。最終学歴は、レハイ実業高校卒。かつてはバイクを乗り回す不良であったが、 違反ギップを切ったパトカー警官のジョンにバイクの腕を見込まれ、誘いを受けて警官になった。白バイ警官の訓練所は仮卒業で補助隊員として採用されている。お聴子者、自信過剰、押しが強いといったチップの問題児であり、上司のギトレア警部、部長にとっては頭痛のため、ユーモラスで憎めない性格のためか、同僚からは好かれている。 女性に目がなく、秘密の手帳には、電話番号がびっしりと書き込まれている。しかし、正義感は強く、不平を言うことはあっても、警官の仕事を好いている。歌やダンスも得意で、空手は黒帯。多くの女の子とデートして決まった相手はいなかったが、バネッサという女性と、真剣な恋をする。しかし、バネッサとの結婚を決意した矢先にバネッサは、自己死してしまう。 当初はトレーラーハウス住まいであったが、話数を重ねるにつれ生活レベルが向上し、アッパート暮らしをするまでになる。前シーズンに登場。ただし、第5シーズンでは一時期、交番ではないが出演シーンが少なくなり、スティーブ・マクリーシュ、ブルース・ジェンナーが登場して代わりを務めている。帰ってきたでは、長い休職を経て復帰。かつて事故から救った女性と結婚。 一死を設けているが、妻は病死している。本名、ロバート・トーバルド・ネルソン。通称、ボビー。すぐ熱くなる性格で、ホットドッグの異名もある。カリフォルニア・ハイウェイ・パトロール、セントラル文書モーターサイクル・オフィサー。コールサインは、メリー・セブン・七号。第6シーズンに登場。退職したジョンに代わりパンチの相棒となったが、諸事情で、 トムライリーが降板するのに伴い、弟のブルース・ネルソンへ交代した。本名、ブルース・ペンウェイ・ネルソン。言語版では、ファグの通称、愛称が使われるが、日本語版では特に通称はない。カリフォルニア・ハイウェイ・パトロール、セントラル文書モーターサイクルオフィサー見習い。後、正式に退院となる。コールサインは、メリー・セブン・ハチゴ第6シーズンに登場。 ボビー・ネルソンの弟である。諸事情で、ボビー役のトム・ライリーが降板するのに伴い、正式に退院となってからは、パンチの相棒になった。帰ってきたでは、巡査部長に昇進している。本名、ジョセフ・ギトレア、カリフォルニア・ハイウェイ・パトロール、セントラル文章、巡査部長。コールサインは、S4、または、S1。自ら出動する際には、白バイを使っている。 全シーズンに登場。放送初期の日本語吹き替えは、第一シーズンでは、警部、第二シーズン以降は、部長、後文書長。言語版での通称はジョー。パンチやジョンの直接の上司にあたる。妻、ベティと、娘、エレン、息子、ティーミーがおり、シーズンの後半で、クリストファーという息子が生まれる。優秀ではあるが厳格なため。 特にハンチからは煙たがれることもある。本質的には、部下思いの人物であり、いざとなったら、ちゃんと部下をかばう。CHP のチェストーナメントでは優勝したこともある。犬アレルギー持ち、帰ってきたでは、CHP 長官に昇進している。本名、アーサーリー・グロスマン。カリフォルニアハイウェイパトロール、セントラル文書ロバイパトカー隊員。コールサインは、 メリーセブン5号、第1から5シーズン。メリーセブン9号、第6シーズン。初登場は、シーズン1第11話で、全シーズンに登場。愛称はフロッシー。日本語吹き替え版では、アーティの愛称が用いられている。退職感で、肥満体質である。様々な方面の知識に長けており、クイズ番組に出場した際には賞金を手にする一歩。 手前までたどり着いた。知識をひけらかすタイプ。うんちくを垂れてはみんなに煙たがられることも多い。既婚者。帰ってきたでは、刑事になっている。ワーナーブラザースホームエンターテインメントから、白バイアロージョンパンチコンプリートボックス DVD が順次発売。収録エピソードの順番は、米国で放映された順番となっている。 放映当時に日本語吹き替えがあった話は原則、すべて吹き替えが収録されているが、日本での放送時にカットされたシーンは日本語字幕に切り替わる。ただし、日本で放映されたエピソードでも、日本語吹き替え音源を紛失しているエピソードは、日本語字幕のみで収録される可能性あり。なお本放送時に日本独自で作られた次回予告があったが、 これは DVD には収録されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。